ってことでお借り取ってきます。うん、もう坊ちゃん寝てるからね、言いたい放題にするけどね。ああ300万だ。借り取ってきたよ。はいはい。やっとやってんじゃまってんだろお前さ。私は純粋だなって。だって。どう考えてもよ、往復タクシー代8000もかけて年がら年中会いに来るか、バカなのかな、うんと頭おかしいだろ。普通に考えて何しに来んだよ、会いたいから来るんだろ。で俺と一緒の時間を過ごしたいんだよ。旦那と一緒にいる時間より俺のが多いの、お前大丈夫かって俺逆に心配したんだから。いいの、いいのって。まあいいのと言われたらそれ以上俺突っ込めねえけどな。私がやりたいようにするから。うん、うん、みたいな。そう言われる。そうなんだけど、まあとにかくもう体の関係はありありで、よろしくね。はい、あんたたち行くわよ。ケビ。お前らおいらくの声で、おいらくの声とか今時言えよ、お前知らねえぞ下子。俺らの年代はわかるけど、今の若ちゃんは、おいらくの声とか言っても、何のセリフだよ、みたいな。老人恋愛頑張れよ、みたいな。やめねえ、ほんと。まあ、いいけどよ。ただ、味わうけど、うるせえよ。味わいたくねえよ。ただ、頻度が上がってるから、大丈夫なのかな、と思って。だって週に4日は俺ん家にいるからね。クソじじいとかなんで怒ってんだよ。別にひーちゃんのこと別に何も俺言ってねえじゃん。なんで家にいるよりこっち来んのかなみたいな。俺そんな魅力ないよな、久子な。いや、タクシーで来い来いとか、そのネタで言ってんだよ、マイキーを。うん。あんたが、もうちゃんと言うのか。ド M かよ。なんだよ、お前ら。
さ、8000円かける月に10日来たってな、いくら ?20 日来たらいくらになるの？お前よ、家賃1個飛ぶぜ。あの人そんなのもか、銭金なんどうでもいいんだよ。だから、ここで、まあ言っちゃ悪いけど、ギャンとか、うるせえよってなっちゃうの。うん。おうちゃん強いよ。あの人目強いからね。唯一泣くときは俺のときだけ。ああ、森友、お前理解してんね。坊ちゃんはめっちゃド M だからね。配信外では。配信でな、もう泣くんだよ。俺に怒られると、もう泣くの。うん。でも二人いるとき、リアルで、配信つけてないときは、抱っこしてとか、うん、こっち来てとか、お布団来てとか、うん、仲良ししてるよ。さあさあ、私も抱っこしよう。うるせえよ、森友。おめえは誰か見つけるの？もういるのか、もう。私だって甘えたいボケ。だってよ、ひーちゃんは誰かすぐ見つけれるんべや。なあ。何？今、なんかレジス、ムラムラタイムが入ってんの？何やってんの、お前ら。いねえよ。おい、やまん、うん。それ今度私も言ってみよう。誰に言うろ？ラスティ、知らねえよ。俺のトークを、ここで聞いたから、真似しても、ミスるパターンが多いから、やめとき。うん。な。腹立つわ。いや、ヒーは、好き嫌いが激しいから、そうだろ？もう昔からそうなの。お前嫌いな人は全カットだから。な。今度日曜日に抱っこしてて、もういいよ、もう。ひさこがね、なんかスイッチ入んねえとダメだよね。ダメなやつはもう全部いらねえみたいな。でも未だにひさこはうなちゃん大好きなのね。こういうこと言うと、うるせえよ、じじいとか、うん、お前頭おかしいんだろうとか言われるけど。ああ、スイッチが入ると思ったよ、うん。まあまあ。
いいんじゃないですか。おいよこれ、たまには酒抜けよ、悪いことは言わねえから。でも今日はもう少し飲んだから、もう眠いんだよ俺。だって坊ちゃんのケツどうにか繋がねえとなって思って、俺コラボ上がって感想で、あれよこれよってどうすんのって思って、俺はこう、これみんなぶん投げんのって思ったら、ちょっと待てよって、俺やんのみたいな。でも俺ラジオでもいいかな、人来なくたっていいや、酔っ払ってんよ、勝手にしよお前。だけどそういうこと言うんじゃねえ、あのまんまさ。だってバイバイ、きーちゃんお疲れ。だってあのまんまよ、僕の枠はバーンと落ちたら森友だってもうみたいな、こっち来れよ、俺には言いたいことは言えるわけじゃん、それこそさっきのあのはなんかバカ言いたじゃん、まあブロックは入れてねえけどなあ。でも俺も俺の想像で言っていい、もうこれ言うと絶対ダメなんだけど、今6時だろ、午前中にはまあいいや、酒以外の何か見つけろ、今見つけてんじゃん、大好きな人が見つかってるからそれでいいんじゃない、ダメかな、あの人は俺の中では特別な人よ。まあたまに怒られるけどね。まあよく怒られるな。って言うけど。まあみんなね、まあインターネットにはいいところも悪いところもあるから、配信はな、だからみんないいとこばっか見えちゃうじゃん、でも悪いとこもいっぱいあんのよ、だからそこをどうするかなんだけどね、俺はもう
ちぎっちゃおうかなと思ってるから。そろそろ放送終わろうか。もう俺は俺の思いを言ったから。なんで終わろうとすんのにおはようとか来るんだよ。今日新しい友達で、それいいよ、分かったよ、まあ、とりあえず俺と坊ちゃんは、坊ちゃん旦那さんいるんだけど、俺とはセックスはしてますね。してます。坊ちゃん、プレイ中は女子だから。あの人は、配信中はクソ生意気なのに、お布団入ったら女子だからね。明かり消してとか始まるから。何やそれ、ちょ待ってみたいな、もう私はどうでもいいのとか、わけのわかんないことに最近言い出してるから、じゃあ俺もどうでもいいよみたいな、分かったみたいな、どうでもいいの、だからどこに向かってんだよって、あの人頭脳みそ多分もう俺なんで洗脳したのかね、してねえべや。ちょっとみんなに聞きたいんだから。だって坊ちゃんだったら誰かいい人はできるべや。なんで俺なのかが謎なんだけど。だって俺みてえなさ、ただの下水ごと、いやたかりな、だけどちょっと考えるだんべよ、そこは。傍若の真の狙いは何だろう。何にもないんだよあの人には。ただ一緒にいたいから俺といるの。沼新かまさか佐野しかないよ、坊は。俺ならまさ選ぶけど、だからそこはいいんだよ。うん。でもまさはずるいんだよ。だって嘘つきだから。なんでかって言ったら、金で女を引っ張る。俺金持ってんで始まるじゃん。だからそんなやつに女連れたら、ああおめでとうさんだよ。そんまね、俺金持ってんでって、でも見せろよって、動画でよ、クソがよ。口で言うのは誰でもできんだよ。知らねえよおめえの金なんかよ、興味ねえんだよ。
嘘くせえよ。俺はもう全部嘘だと思ってる。でも坊ちゃんは、いやいやマサは意外と持ってるよとか、お前あたおかかよって、あんなもん金なんか持ってねえよって、ただの実家暮らしのニートだよって俺は言ってんだけど、森友どう思う？俺は、俺の認識は間違ってないと思うよ。あらバカだわ。ああ。あんなの、もう何言ってんのかなっていう。俺はそう思うけどね。何言ってんのかな、金持ちてって。いいよ、持ってんだから。まあだからこれね、よく似てんのがハゲな、ユイガがヤクザの親分設定でインターネットに入ってきたのとそっくりなんだよ。めくって終わるんだよ。二点目や。古い話だけどな。確かにね、あの二人は、ほら、だから俺言ってんねん。クソなんだよ、どっちも。もうね、だってマサなんていろんな女の配信者のとこ行って、いろんなとこで金は俺は持ってる、金は俺は持ってるって言いながら、いろんなとこでブロックされてんだよ。バカなの？金持ってりゃ女ついてくると思って。そこは違うんだよね。金は持ってると女がついてくるっていうのはもうやめた方がいいよ。ね。バーが間抜けなのかなと思って。だから結局、マサなんかもセックスしたいの。ぶっちゃけ。だからあちこちに粉撒いてるわけ。ただその粉は全部失敗してるだけ、平凡だから。ね。まあ、ここで、おい、人数増えてきてるぞ。お前、俺の配信論とか聞いてんじゃねえよ。金目当ての女も中にはいるよ。まあ、確かにな。うん。でも、なおちゃん、マサっていう、金を俺持ってんだよって。だって、お金持ってんのが、見えなかったら、行く？のっぽさんおはよう。うん。ねえ。行かねえよな。だから、カットだよな。うん。何を言ってんのかな、この人は。みたいな。だから、しょっぱいんだよ、俺から言わせら。持ってんだったら、金んで、現金でも何でも、出してみろよっていう話。
やりたいんだろ、セックスが。あの、バーカが。じゃあ、してみりゃいいじゃん。なあ。うん。金で女買うんだ。